さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュース、いってみましょうか。えー、今日の担当は、植地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お願いします。はい、はい、最後水曜、そうよ。道願寺おわちみせみ中夜いちごちそうおわちの三十一日。いちご。人情まで、まあ、あるし、苦しするうちに、今年な一ヶ月、杉やび、杉やびさ、野菜。 トたカラアレビサ、ナハイマニノトイいサ、ミウチソルチン、イカゲソスギアビルモノ、のちゃがなしノ、のまミラらンガヤンチウムトおビとびんキュ旧キウチナのクユメジュニガチシワシノ、ジュ、えーグニチネアトイビン、チューヤジューから一週間。 チノチューナギからモチンカやヤくないビンドヤサイモチがイのヨラ gua Kufayani s a からハジヤくないビクト。アンシンチョヤティダのアガティ、ヌクサイビシがチノティのオノフィーサ、またアチャからナフィンフィークネンディチチョイビシがオリがこのフィーサガモチビサ、ヤビさ。やいびいさ えー、季節は正直でございますな、ちゃんとフィークないビークと。とはんせ、中琉球新報の記事の中から、うちなありくりのニュースを指てさびら。中のニュースや、ちびちり釜入り口に仏像12体設置でのおニュースやびン、ゆでなびら。沖縄戦で、幸の戦うて、サチ 地名の地の,ちのちゃ住民が集団自決に追い込まれた集団自決に追い込まったろ読谷村並平の自然後読谷村勇汰者じゃの自然後ちびちりがまを損壊した、えー、ヤンタルクーチャルーわらバたゆったいが少年ゆったいが4人がこのほど国枝がま入り口にある 世代を結ぶ平和の像を制作したチクミソウである金城ミノるさんだとガマ周辺をそ清掃しこのガマの間合い掃除さんにミ国十二1のヌ石やびたん新たに仏像1に体を設置しました少年たちはウヌワランチャやワラビンチャや保護観察所のプログラムの一環でティーチ・ヤイビー氏が 保護士らとともにまじゅんちびちり釜を訪れたものでたじんちちゃるむんやいびしがあらかじめめう、えー、てめかにていぞっかいやきんさんがこのふときのにいとないるところやちくてうちえたしんかい土台部分を製作した仏像に買うおお つきやに、しゅび、とじみやびたん、顔や腕をつけて完成させ、ガマ周辺に十二体を設置しました。このガマの右い甘くまんけ、うのふとき十二、石やびたん。またガマの中の遺骨にも手を合わせました。ガマの中のお遺骨、お口しん、えー、口玉、ま、かけん、ティウサささびたん。手を合わせました。 びたんまた沖縄戦や集団自決の事実について、うちの,の戦のことについて、また集団自決のことが本当、あたんでのこと、ちびちがま遺族会から話を聞き、話しちち、チチじゃる戦をて、えー、もっとん、一番痛ましい、痛まさんちの依頼とお集団自決について、えー、片手一路ことの感動さ、 寛容さ寛容な,なことんち貧重さびたん沖縄戦最大の悲劇に数えられる集団自決を語り継ぐ大切さを学びました遺族会の湯の葉会長によりますと柚葉会長のお話に少年たちはうぬわらんちゃや歴史を知らずうのようなことのチ心わからん一大事なことしねえやびらん大きな過ちを犯してしまった 今後、生からあと、このようなことの、このようなことの送り乱しにが遠いびん、このような事件がないようにしたい、沖縄戦を伝えていきたい、沖縄の内縄の戦のこと、一定ていちゃびん、などと述べ、あんやに、改めて、わっさいびたんち、わびいって、改めて謝罪し、 遺族の言葉にも真剣な表情でおなずいていたということです。遺族の話に任いってちゃんと父親担任のトヤビン。近所さんはこのワランチャーが作業着を着て作業着着にユンタ君ユンタ君さんより仕事する様子にうっさいビタン木目木と仕事をしている様子を見て嬉しかった。沖縄戦を伝えることを期待している。 ウチの,の戦のこと一時的一時地元にお話しされた話し,しました。ガマの入り口に設置されたこのガマの入り口に経営している平和の像にも損傷が及んでおり記事の損傷記事の安日遺族会は今後国からあと